2020年21年シーズン最後の動画はガッサンからお送りしていきます。今回の動画はコブを滑る時の上体の角度に関して解説をしていきます。メール動画の最後にメールマガジンの登録方法に関しての動画がありますので、よりコブの滑り方を詳しく学びたい方はそちらの動画を見て、メールマガジンに登録していただければと思います。まずはチャンネル登録をお願いいたします。はい、それでは今回の動画では、コブを滑っていく時の上体の安定といったところを解説していきたいと思います。まあ、よくね、コブを滑っていく時にこう上体がこう折れてしまうっていう問題とか、腰がねこうくねくね上体の角度を保とうと思って腰がくねくねしてしまうっていう、ね、問題のがあったりすることがよくありますけども、そこに対しては大体気をつける点は2点です。まあ、よく言われるところですけども、しっかりと谷側の股関節の位置から開いてもらうことですね。でこの時にこの開く時のポイントとして、腰の位置が後ろにこれ開いてもらおうと思うと、特にこういうふうに後ろにフォーラインと反対方向にこうやって押し出してしまう方っていうのがよくいらっしゃいます。あるいは開こうと思って腰を開こうとしてこう前にお尻を出してしまうって方よくいらっしゃいますので、立ってまず片足谷足で立った状態ですね、体重が完全にこう離れるような状態、山足が離れるような状態でつける状態、この時には谷側に足が体重がかかってます。この状態で骨盤の位置が後ろにも前にも行かない位置で回し込むようにします。これがまず大前提です。でこの状態を取ってもらって、そこから取ってる谷足の股関節の方から折り曲げてもらう、この状態を折り曲げてもらうということですね。でここはまあ斜面によって角度は変わってきます。なるべく斜面に対して垂直に立てれるようにするといいです。緩いところだったらもうちょっと起きてきますし、シャドウがきつくなればその角度を強くしてあげる必要性があります。まあ、ここがない状態で、行ってきますと、上体がこう前にこうつのめってトップ方向にこうやってかぶってしまったりとか、あるいは上体の角度を取ろうとしてるんですけど、骨盤の位置は全然動いてなくてこんな感じになってしまうような、首もこう曲がってしまったような滑走の姿勢になってしまったりするところがありますので、しっかりと先ほど言ったように谷足の股関節の上で回せる状態が1番目、2番目で股関節の方から折り曲げる、この状態を保ちながらまずしっかりとずらすことができるようにしていく。でそこから切り替えて、また今度谷側を開いて折り曲げる。この状態の角度はなるべく一定に保とうとするように、この角度に合わせるように次開いていく。この角度は意識して、この角度は崩れないことをずっと意識しながら開いていく、ね、まずこの開きの状態がしっかりと取れていないと、うまくですねこうずらしながら斜面に合わせることが難しくなりますので、まず一番に谷側の骨盤の開きってところを意識してください。でこれは、今度こう出していくパターンになっても一緒になってきますので、この開いていくところの状態ってところを特に意識しながら、上体の角度を斜面に合わせるように意識してもらうことによって、安定して斜面に立てる、その結果、コブの滑っていくリズムも一定になって、スピードが一定に抑えた形で滑っていくことが可能になっていきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、それではですね、ずらしを用いながら上体の角度を保つ練習をコブの中でしていきたいと思います。整地の方で先に解説してますけど、しっかりと開いた状態、その状態から、股関節から曲げてもらうっていうところですね。ここをちょっと大切にしながら滑ってみたいと思います。右側の股関節を開いたところから折り曲げてくる、左側の股関節を開きながら折り曲げる、右の股関節を開きながら折り曲げる、左側の股関節を開きながら折り曲げる、まあ、こんな感じですね。でこう入ってくるときに失敗パターンとしては、こう開いてる
形をしっかりと取れずにですね、行ってきてしまうと、折り曲げるときにただこういうような形で外形のみの形になってしまったりとか、状態がこうよく折れて潰れてしまうって方は開きがなくてこう折れてしまう方がたくさんいらっしゃいますので、しっかりと開きの位置ですね、この位置をしっかりと取った状態で下っていく、切り替えでそのまま板が前向いてきたときに一緒に開いたポジションを取って降りていく、この辺を特に意識してもらうことによって上体の角度を安定した形で滑走が可能になっていきます。メールマガジンの登録方法をご紹介します。パソコンでご覧の方は YouTube 動画の下部にあります URL をクリックしてください。スマートフォンでご覧の方は下向きのくの字をタップして URL をタップしていきます。下にスクロールして今すぐここをクリックして無料で動画を手に入れる部分をクリックします。動画はメールにて届きますので注意事項をお読みいただき、お名前、メールアドレス、お好きなパスワードをご入力して登録ボタンを押しますとメールが届きますので会員サイトにアクセスなさってください。登録方法は以上となります。